私は今エクスコムグローバルっていう会社の中でマーケティングを担当しています。もともとサービス自体はすごくいいので、それをより多くの方にいかに認知させるかっていうのって結構、私にとっては大きな課題ですし、それをどういうふうにするか毎日考えながら、キャンペーンを考えたり、大きな施策を考えたり、もしくはプロジェクトを新しく立ち上げたり、さまざまなことをしながら今試行錯誤しているところですね。なぜ日本に来たかっていうと、最初は僕は高校の時に絵描きになりたくて、強い思いで家族に相談をしたんですけども、お前が本当に絵を描きたい、その道に進みたいのならば、自分の力で誰も知り合いがいないところでゼロから始めるんだったら、最初だけちょっと手助けをしてあげる、方向性を示してあげるっていうことを話してもらって、で日本に来て、言葉の勉強しながら絵の勉強も併用して、大学に入りました。その時はもう若かったので、全然絵描きでやっていけると根拠のない自信を持って、勉強してましたけども、大学4年ぐらいになったんですかね、ぐらいの時に、もちろんいろんな人の作品を見たり展示会を見たりしてましたけども、中でやっぱり自分で人たちの中で多分トップにはなれないなって、その時に初めて気がついて、人生遅いってことはないから、これからやり直すっていうか方向転換をしようと思って、それで東京に出てくることになりました。なぜ東京じゃなきゃいけなかったのかって言われると、東京にはきっともっと自分がこうチャレンジしたくなるような仕事があふれかえてるだろうと、で思って、東京にしよう。一言で言っちゃえば、やっぱりそこいら中にチャンスがあるっていうことだと私は思います。私、佐賀大学なんですけども、その大学から同じ学科出身の人が今東京に来ているので、僕含めて多分7人同じ学年でですね、7人ぐらいなんですけど、みんなバラバラなんですよ。1人は漫画家、結構有名な漫画家になってたり、映画監督になってたり、普通のもちろんサラリーマンもいますし、イベントとかで似顔絵をずっと描いている人もいますし、本当にみんなそれぞれ自分の夢に向かって生きているなっていうことを、東京だからできる、東京だから目指せる、そこには多分需要があるというよりも、本当にやりたい気持ちがある人にはそれだけ のチャンスがあるんじゃないかな、それが多分一番の魅力だと私は思いますね。自分が生きてきた中であまり想像できなかったようなことにもチャレンジできるっていう、そういう意味でのチャンスの多さっていうのはすごく僕は魅力だと感じますね。はい。僕は東京がとても心地いいというか、暮らしやすいなと思っていますし、自分に合っているのかもしれないですけども、僕は実は仕事柄いろんな国結構行きましたけども、多分ロンドンもニューヨークもすごい大都市なんですけども、そういうところとはやっぱ違うものが東京にはあるのかなっていう気がします。最初 その僕今永住権持ってますけども、永住権取るまではその毎年ビザを更新しなきゃいけなかったりとか、何か書類っていうか証明書がもういっぱいあったりとか、そういうきっちり決められたことがすごく多くて、自分ではちょっともうちょっとオープンにハードルを下げてもいいんじゃないかなっては思ったんですけども、今考えるとだからこそ、その東京だったり日本っていう国はすごく治安が良くて本当に安心感があるところなのかなっていう気はします。きっちりこうみんなが心地よく住めるように
国が取り組んでいるのかなっていう気はしますね。2020年オリンピックも開催されるので、世界中の人たちからすごく今も憧れている都市の一つだと思いますけども、よりこう輝く都市になるんじゃないかなっていうふうに僕は思いますけどね。東京はもう言わずと知れた、僕も世界中旅行して仕事して、よりやっぱこの素晴らしいこう東京のこうダイナミックさだとか、やっぱ素晴らしいところが非常にあるんで、世界の中でも外国人の方にしてみると、やっぱここでのキャリアを経験していくっていうことが、その後まあ自国に戻るなり他の国に行くなり必ずこう役立つ部分があるんで、そういった部分で非常にやりがいは、東京って国に来るやりがいはあるのかなと思います。とにかく来てやるっていうことじゃないですかね。いろいろ多分この動画を見て迷われてる外国人の方とか、ね、それぞれの今の国の生活だとか不安な部分があると思うんですけども、とにかくやっぱり行くって思ったらすぐ行くだとか、もうそんなことをまずとにかく来てしまうっていうことからやっぱり得られるものってのがあるんで、とにかくこの素晴らしい国東京に来て、頑張って働くっていうことがいいんじゃないでしょうか。東京で働くっていうことに対しての その皆さんの その先入観というかハードルが高いんじゃないかなとか、本当に日本の企業で働けるのっていう心配があると思いますけども、それは皆さんの心の中にあるものであって、実際は来てみて、まずは東京の空気に当たってみて、自分の感じたままを感じてほしいなというふうに思います。実際来てみると目に見えないもの、要は皆さんが思っているようなことじゃないものもいっぱいあります。嬉しい驚きがきっといっぱいあると思いますので、まずは東京に一度来てみてください。